皆さんは空気を読めなかったことがありますか？ちなみに僕は全然あります。4枚やってるとはということで、今回なんですけども、今回ですね、なんとみんなで空気読み2というゲームを一人でやっていこうと思います。なんか変なやつがいるぞ。ちなみにこのゲームが面白そうだなと思った子は高評価チャンネル登録しててね。よーし、さあ空気読みやっていきますか。ここは自由に空気を読んでいい空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気が読める夢の世界。ここで行くまで5。さあ、第一問来たよ。あの子いる。新元号は令和でございます。これ令和が発表された時だね。なに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 ？どうした？あ、こっちか、こっちか。なるほどね。モニターの位置に被っちゃうから、こっちにしろと。素晴らしい。テルト選手、早速空気読めてるよ。なあ、これ。電車かな？え？なんでなんで？お前、どけよ、お前！僕が並んでたんだぞ、この野郎！どけよ、ほら！この野郎！これみんな非常に良くなかったかもしれない。ちょ、まずかったかもしれないよ。そ、第3もない子、野球？あの子、僕がいる。ナイス！後ろの少年はね、身長がでかくなってから出直してきてください。さあ、第4問目です。おばあちゃんがいるぞ。あ、赤信号の棒人間が飛び降りた。ああ、なこれ。第5問。じゃあ俺が。じゃあ俺が。じゃあ僕が。せーの。どうぞどうぞ。これめっちゃ好きだな。途中経過。今回の5問は、なんとなくは空気読めてると。素晴らしい。さあ、第6問来たよ。ラーメンでも食べようと。いいね。ラーメン、お前の塩。あ、なるほどね。塩ラーメンが名物らしいけど、僕は味噌ラーメンが好きなので味噌ラーメンを食べていこうと思います。さあ、次。ごちそうさまでした。うまかったな。じゃあやっぱもうちょっとスープ飲みたいから、ちょっと待っとくか。耐えられないわこれは。じゃあこの空気はちょっとさすがに耐えられないから出ていきましょう。なんかこれ、ヤンキーが写真撮ってる。じゃあ撮るよ。いや、僕もやっぱセンター張っちゃうよ。うん、みんな笑って。お前らやろうとも撮るぞ。はい、チーズ。パシャッ。やばい、めっちゃ睨まれてんだけど。ヤンキーにはめっちゃ睨まれてたぞ。なんかフリスク。こう振るのかな？いっぱいあげる、ほら。フリスクいっぱいあった方がいいでしょ？はい、どうぞ。フリスクいっぱいあげるよ。やばい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 。これ空気読めてる、もしかして。ある意味読めてるかもしんない。たくさんの方が嬉しいからね。引っ越しのバイトです。なるほど。本と子供服、重い方を持った方がやっぱ女の子は喜ぶと。さあ、途中経過。なんとなくは読めてる。ほんとか？僕だいぶやらかしてきたぞ。一口だけあげる。わーい。一口だからね。やっぱガブッといっちゃうよ。もう綺麗な丸だな。一口とは言わずにね、もうね、全部食べていきましょう。ケーキは大好きなので。うん、何口でも OK。なくなっちゃった。今日から1年生です。なるほどね。なんかみんなハゲがいる。ハゲが4人いる。なんて呼ばれてんのこれ、お主。はい。You。スルーしましょう。上様、はい。はははは。これむずいって。お主で反応しちゃう人いるでしょ。なんかこれなんか座ってるぞ。え？テレビにリモコン投げちゃったんだけど。どうぞ。レッド参上。もう寝よう。うん、長い長い。ブルー参上。イエロー参上。3人揃って3連じゃ。もう暇なんで寝ときましょう。まだ降りない僕です。なるほどね。みんな降りてくじゃん。あ、ちょ、待って。なるほど。席を開けて空いた席に移動すればよかったのか。てんてんてん。読めてるっぽい。これ読めてないね。これやばいね、非常に。さあ、来たぞ。なにこれ、ドラクエ？ドラクエじゃん。ついてけばいいんだ。なるほどね、ついてけばいいんだ、これ。レッツゴーって思ったら、テルトさんが先頭に行っちゃいますと。はい、ゴールでございます。なんかエレベーター待ってる。やばい。太ってる人がいるんだけど、子供がいるけど、微動だにしません。なぜならば、我々が先に乗っていたから。ハゲがいっぱいいる！なにこれ？上見たらいい、僕も。そうそう、すごい、すごい、もう。上見てる、上見てる。
目の前のハゲの頭をガン見しときましょう、とりあえずね。うん。後ろのハゲもガン見しときましょう。ハゲ干渉だね、これは。なんだこれ。よろしくお願いします。なんか勝手に動くんだけど、始まっそう。そういうこと？なるほどね。この名刺を見続けなければいけない。なんとしてでも、お前やめろ。目線上に行くな。勝手に上に行くんだけど、これ。僕のせいじゃないから、これ。さあ、リンゴとストロベリーがあるよ。あ、なるほどね。これサザエさんの玉だね、これ。これサザエさんの玉にちょっと似てるね。途中経過、今回の5問は、なんとなく読めてる。素晴らしい。ありがとね。さあみんな第21問まで来てよ。お腹が痛い。大丈夫か、お前。トイレ大事に。もう早く書き込もう。ここ使おう、ここ。レッツゴー。そっか、一個隣を、開けた方が良かったのかな、これは。三つあって一番端っこにした方が良かったのかな。なんこれ。は？わかんないって、こんなの。なんかあるぞ。パスワード入力してると、もパスワードガン見しときましょう。気まずいって。花粉症の季節テスト。なるほどね。オープンカフェか、喫茶店か。これはかわいそうだから、室内のカフェにしよう。やばい、拳銃突きつけられてるんだけど僕。前ならえ。違う、手を挙げるのか。いや、前ならえ。拳銃を突きつけられてる前ならえだ。なんとなく読めてると。第26問来たね。あ、これまたあれじゃん。集合写真じゃん。今回幽霊なわけなんだけど、このね、トゲトゲパーリーピーポーすぎる、隣に並んどきましょう。で、トゲトゲパーリーピーポーを見とくことによって、後でこっちしょんべんちびります。さあ、27問来たぞ。お前の塩、カップヌードル出てんじゃん。タイマーがある。ポチッ。あ、みんなね、4秒変わんないから、残り4秒も変わんない。なんだこの人、ドリンクを普通に飲んだぞ。あ、なるほどね、僕タピオカを操作するんだ。もう座れよ。もう残りのタピオカってなかなか吸いにくいからね、こういうの。お兄ちゃんお腹すいた。お兄ちゃんがお金稼いでくるから頑張るんだ。あ、なんか賞金の大会なのかな。日本で一番高い山は富士山の丸か罰か。まあ丸なんで、はい。うん。まあ、こういうのはやっぱ買ったもん勝ちなんで。はい。ごめんって。なんだなんだ。なんだ。あ、こう変な人を見とけばいいのかな、これ。こう変なくねくねダンスの人を。そういうこと？わからないわからない。なんか女の子出てきた。え、なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんやこの人。待って、これ照明か。じゃあな、子供を当てちゃいけないのか。こうしろってことか。お、この人なんかやってます、やってます。なんかサングラスおじさんがいるぞ。この天性のセンス。ものではないわ。あ、サングラスを直してあげるんだね、うん。サングラス直してあげるんだ。ベルトラブって書いてあるけど、それめっちゃダサいね。おー、サングラス直せ、お前サングラス。サングラスめっちゃずれてるぞ。さあ、第32問。また三レンジャー来たんだけど、クライフサザーザー。うー、このままでは終わらんぞ。なんかでかくなった。貴様たちもここまでだと。もうなんかでかくなったらまずかった。あれ、これ石油王がいらした。なるほどね。これは電気自動車に乗ってもらいましょう。はい、下。視力検査だ、これ。はい、上。はい、右。わかんない。お、無理だろ、こんなの。これわかんないだろ。さあみんな、ラストの問題来たぞ。彼女と電車でどっかに行くと。なるほどね。これは僕がここに座って、彼女を端にやらせましょう。素晴らしいね。ハゲから彼女を守れました。はい、ということでね、みんな今日の動画どうだったかな。空気読みはね、以前にやったことあるゲームだったんだけど、このシリーズ空気読み2はやったことなかったから、遊んでみたけど、神ゲーでした。この動画が面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。